こんにちは。今回はみえちゃんと一緒に初めての峠道でいいのかな、はい、に行きたいと思います。もう完全に入ってる、もう入ってるところです。だいぶ緊張してます。頑張ります。頑張りましょう。はい。で、先頭がみえちゃんで、真ん中に私で、お尻一番最後にコードさんについてもらってます。はい。速攻飛んでるやん。飛んでる。入りました。うわー、すごい。こんな感じで抜けるんだ。すごっ。ここで、ちょっと下るんだね。エンジンブレーキ使いながら頑張るよ。はい、大丈夫。日本カーブは喋れません。基本カーブは喋れません。全部大体カーブなんだけど。大丈夫かな。でも星海に出てくるの。あ、すごい綺麗。絶壁が絶壁。言い方が なんかあれだよね。カーブは走れませんってみえちゃん言ってるけどさ、カーブで喋ろうとするとさ、はい、声が大きくなるんだけど。多分気合が入ってるというか。そうです。絶叫になってる。絶叫に近いです。大丈夫大丈夫。あ、すごいね。こう初めてこんなにあれです、カーブしながら、ま、曲がり下ってるというか、ま、カーブしながら曲がり下ってる一緒じゃないかって感じなんだけどさ。あ、すごい。まただ、トンネル。曲がりくねった道の先、道の先に見えるよ、地図の小さな光。合わねえ合わねえ。まだ遠くて長い。わかんないからね。わかんない。あ、ちょっとまた上がってなんだね。上がってからだ。急勾配が続きますね。うん。ドキドキ。大丈夫でしょうか。大丈夫。何が何が。え、何が歌が歌歌はちょっと大丈夫かわかんないかな。ちょっと細い真ん中がある。あ、そうだね、ちょっと細いね。ちょっと細い真ん中がある。真ん中があるね。え、シーサイドラインだね。シーサイドライン。あ、びっくりした。ここなんかあのあれですよ、でこぼこもあるけど、でこぼこもあるけど、ここで V 字に行くんだっけってちょっと不思議なこと考えてた。違う、道があったね。道あったけど合流だったから戻るわけじゃなくてさ、よかったって思った。そんな行きましいって思ったら違ったわと思って焦った。そうそう、戻るんだっけ、そんなことなかったよなだった。はあ、びっくりだよ。あの、ここから結構な坂。はい、ちょっと頑張って、バイク頑張って頑張って。あ、若さ大変な気持ちになっちゃった今。そう、頑張ってバイク頑張ってバイク。もうちょっと上がるよ。これあれ、まっすぐまっすぐ下りもあるんだよね。そうだよね。そうね。おあ、曲がるよ、カーブよ。あ、緩やかなカーブ。はい、カーブした。まだなの、まだカーブなの。こう U ターンみたいになった。私違うと思ってた。すぐ右カーブ出てくるんかと思ってた。はい、次右です。はいはい、右曲がる。曲がるよ。曲がってるよ。わー、橋橋橋越えたら右よ。みえちゃん見えてるよ。見えてるよとか言って、内山を見えてますって話だよね。ごめん、ここ内山ずっと見えてます。そうだよね。あ、すごい、こっちか。そのまま行きますね。まっすぐだよね。はい、はい、正面海だよ。海を見下ろせるこの景色が
すごいね、びっくりしちゃった。ただ岩の形もこの辺面白いよね。うん、そんな見る余裕ない見る余裕ないけど三角形だったそれが見えた。あの緊張したよね。はあ、近いんだよ。こんなになるんだ。マゼサーキット。マゼサーキット。こんにちは。さようなら。取り過ぎたよ。では、取り出します。わあ。海沿い一点、今度は山道になるのかな？多いよね。途中でバイクは行けないんだけど、うん、右曲がると弥彦の頂上まで。あ、行ける道か。車だと行けるよね。上の方。車だと行ける。ね、車だと行ける。展望があるとこですね。今回はここはまっすぐ行って抜けるんだね。はい、はい。どう？何みたいな道。いや、この前のやつ甘かったわ優しいところを通ったんだなって思いました。今回のびっくり。え、みえさんですか？私ですか？うん。あんなハードな道は行ったことがありませんでした車だと来てるでしょ、うん、そうでしょ。もう全然別物ですね。え、車だと無意識なのに、うん、看板で弥彦山スカイラインって見えてきたね。ここを右に曲がっちゃいけないんだけど、うんうん、右行くと車は行けるとこなんだよね。そうっていうとこだね。だ、速度落とせ。はい、あ、怖いよ。あ、大丈夫だった。大丈夫だった。いやー、ここまでね、カーブ注意だよ。カーブだよしか言ってないけど、本当カーブだよ。マジで。右に左にカーブだよ。そうだね。そう、見てる、見てる人からしたらさ、なんだそれって感じかもしれないですけど、本当にね、カーブしか見えてないから今。直線も確かにあるんですけど。このレベルの道初めてです、ま、ねえ、本当にそう、はい、山道感が。大丈夫？みえちゃん大丈夫です。私大丈夫かな、逆に。え、違うよ、私大丈夫じゃないからちょっと聞いたんだよまさか、まさかまさか、そんな自分があれですよ。大丈夫の時は聞かないなんかこんな登ってきたっけっていうぐらい下り続いてるけどさ、うん、多分さっき坂急だったんだね。多分そうだよね、グーって上がったんだろうね、急に。ね、そうですよね、下りそんなに、あの、なんて言ったっけ、大変な感じよりは緩やかで下ってくれてて、嬉しいは嬉しいんだけど、カーブは多いよね。うんうんうん、うん、大変よ。ちょっとなだらかになってちょっと楽しめてきたかも、これぐらいだとね。これだとね、うん、そうだね、この辺だったらいいね、先を見ながらができる。ちょっと緊張感が和らいできました。あ、あー、よかった、降りてきたっぽいよ。終わりに近づいてる感じ。よかった。そうだよね、多分ね、降りてきてるっぽいよ。降りてきたっぽい。さあ、よかった。なんか着いたかその動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you. See you.